ニットブラダー戦でブリーフケースをダッシュすれば、いつでもどこでも最高峰王座に挑戦できる権利を得る。イオは昨年大会を制し、WWE 女子王座ダッシュにつなげた。今年は連覇から王座奪回を目指す中、ライラ・バルキュリア、チェルシー・グリーンと共に本戦出場を決めている。28日、日本時間29日、ノスマックダウン、米ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデン、 ではミッド部予選2試合が行われ、まずはジェイド・カーギル、ティファニー・ストラットン、キャンディス・レライがトリプルスレッド戦で激突。前女子タッグ王者で筋肉ムッキムキのジェイドが序盤から飛ばして、ティファニーには強烈なスーパーキックをぶち込んだ。さらに、キャンディスをリフトアップして、場外のティファニーめがけてぶん投げる荒技を見せた。ところが、試合途中で、クイーン・オブ・ザ・リング、 はしのナイア・ジャックスとジェイドのタッグパートナー、ビアンカ・ベレアが姿を現した。ナイアはこのところなぜかティファニーの味方になっており、場外に落ちたジェイドをめぐってビアンカと対峙した。この暇にキャンディスのタッグパートナー、インディー・ハートウェルが現れジェイドを鉄柱に叩きつけた。部位本命だったジェイドが戦闘不能となり、ティファニーがキャンディスに三段飛び月面弾、プリティストムーンサルトエバー、お決め。 予選を突破したバックステージでは私は宇宙の中心なの全てが私の思い通りよ来週はティッフィーインザバンクになるわと豪語 NXT から昇格したばかりで25歳の新星が堂々の V 候補に浮上した